ナルト、ナルティメットポータブル、無限城の巻。Thank you.
気な回復。ブンカー油だカトンガマユエンダン。Oh my god!
Oh!
この技まで使わされるとお前は弱い。Yeah.
トンガマユエンダン。文化油だカトンガマユエンダン。you
今から。
前はこの壺を拝むことができなかったのに、今回はたどり着いたわね。偉いじゃない、ジライア。オロチマル、そろそろお前との因縁にケリをつける。あら、どうしたの？心なしかいつもの覇気が感じられないわよ。そんな調子で私とやり合おうなんて、100年早いわね。私に勝つことなどできない。絶対に。力が伝説の三人の世紀、さぞや素晴らしいものに違いないわ。無様な姿ね。所詮お前たちでは私に勝てないばかりか、木の葉を守ることもできない。木の葉を守る。さあ、もっと苦しみなさい。木の葉を。
またあんたね、鈴取れなかったの。まったく、その調子では木の葉を守る忍びにはなれんぞ。うっせえ今日は。そんなんじゃまだまだ先行き不安だな。見てやがれ、いつか術を全部極めて猿飛先生を驚か。ジライア、本当の強さは術を極めた先にはない。それは何度も言っておろう。本当の力とは大切なものを守るときに現れるってんだろ。もう聞き飽きたぜ。お前たちはこれから木の葉を守っていかなければならんのだぞ。もっと自覚を持たないといかん。自覚？そうだ、里を守ることは誇り高いことだ。だがただ強いだけでは里を守ることはできん。なんで？里を愛し里のために戦う強い意志を持っていなくては、その日はたやすく消えてしまうからな。里を守りきっても死んでしまえば同じだ。いや、里を守り果てたとしてもきっとそこには大切な何かが残る。何か？ジライア、綱で、そしてオロチマル、改めて言っておくぞ。里を愛し里のために戦う強き意志を持て。次の時代、里を守るのはお前たちだ。よいな、ジライア。ああふふ頑張れよ、我が弟子たち。ジジイ、そろそろとどめよ。ジライア。負けるわけ。ジライア、なぜそこまで抵抗する？わしたちが倒れるとこの葉が救えないだろうが。木の葉を救う？くだらない。死んでしまえば意味はないというのに。お前がどう思うと、わしたちには守らなければならないものがある。お前たちも同じ道を歩もうというの？木の葉を守り大きな後悔を抱え死んだ三代目のように。三代目は後悔などしておらん。火の意志を持たぬお前には分からんだろうがの。火の意志？そうだ、綱で、三代目の思いを、里を守る強い意志をな。サルトビ先生。くだらない。くだらないだと？くだらなくて結構だが、私たちはまだ負けるわけにはいかない。バカめ。私も。お前たち、その体で何をしようというの？決まっているだろう。この葉を救うんだよ。こいつら、行くぞ、砂で沈め、わしに続け。何をしようと、無駄なのよ。ジジイ、術を借りるぞ。カトン、カトン、カリュカリュ。やっちまいな。
私たちをなめんじゃねえの。ツボが、おのれ、ツボはなくなった。さて、心置きなく最後の決着をつけようかの。次のるだ。私たちの勝ちだな。これで終わりと思わないことね。いずれこの葉はじっくり潰してあげるわ。かだら。逃がすか。この揺れは何だ。どうやらカカシたちもうまくやったようだの。ということは、おそらく無限城の口寄せの札を全て剥ぐことに成功したんだろう。ってことは、早くここを脱出しないと私たちが危ないんじゃないですか。おっと、そういうことになるの。二人とも急いで脱出だ。
何やってる。早くしろ。おう。あの無限城の一件が嘘のようにのどかだの。ああ、復興もほぼ完了だ。みんな一生懸命に働いてくれた。そうか。あの時オロチマルに聖器を吸い取られ危機に陥った時、なぜか昔のジジイの言葉を思い出した。サルトビ先生の言葉。いや、不思議でもないな。私たちはあのサルトビ先生から武を治め、知を学んだのだからな。ああ。先生との記憶は、知らず知らず胸に刻まれているんだろう。しっかりと、消えることなく。じじい。お前たちは、これから里を守らなくてはならん。そしてそれができるとわしは信じておる。サルトビ先生、あなたから学んだこと、これからみんなに伝えていきます。まあ、この葉のことはどーんと任せておけの。三代目頑張れよ、我が弟子たち。Thank you.
しよう。Easy!
あちゃい。見ていてください、ガイ先生。何も言わずに出て行こうとするの？なんで自ら孤独になろうとするの？俺はお前やナルトのようにはなれない。私はサスケくんが好きで好きでたまらない。復讐だって手伝う。だからお願い、ここにいて。お前うざいよ。行かないで。行くなら私大声出してでも。さくら、ありがとう。